皆さんよく働いてくれて、で、まあ、楽しそうに入客さんとも過ごされてますし、あとは普段のお仕事に関しても皆さんきちんとやっていただいているので、またその成長の具合もスピードも非常に驚いております。まあ、日本語の覚えも早いですし、私たちが一度こうした方がいいよっていうふうに注意したことは、まあ、すぐ直してくれるので、まあ、介護の質の部分でも非常に成長は早いと思います。非常に楽しそうに仕事もされてますし、またプライベートの様子も見てるとそれなりに日本に馴染んで、まあ、また馴染もうとしているという姿がすごくよく伝わってくるので、そういったところは一緒に働かせていただいてすごく安心してます。日本のことが好きでアニメをよく見ていますので、それに日本は綺麗な国だと思います。介護に興味があって、介護はやりがいのある仕事だと思います。利用者の世話をしたり、利用者の介助をされます。それに毎日日本語で喋りますので勉強になります。難しいです、技術はちょっと最初ですね。でも今は、勉強会にしたり、そして直接練習したり、先輩も教えてくれたり、どんどんも慣れました。いろいろな授業が勉強して、例えば漢字のこととか文法のこととか、そして聴解練習もしています。仕事にも役に立ってて、これからも私は続けていきたいです。普通は漢字の勉強とか、そして外国のところとか勉強しました。ヒューマンライフケアからもらった授業がありました。無料で参加します。新しいことはたくさんもらいましたから、一つ一つ学びながらやりました。介護のやり方、介護の言葉をいつも教えてくれます。もう食の時本当に楽になりました。親切にサポートをしてくれました。本当にありがとうございます。もし問題があったらすぐフマライブケア電話してすぐ助かりました。手伝ってくれましたからすごく助かりました。もし急に問題があったら Facebook のマッサージとかフマライブケアマッサージして、どうやってその問題を解決するのは手伝ってあげます。日本の生活です。時間とか人はねちょっと違うです。仕事違うがあったら日本人はすぐ教えてくれました。利用者さんとお話しするところです。今日はどうですか？今日はいい天気ですね。お趣味は何ですか？そして子供はいらっしゃいましたか？そういう感じです。会社は、優しい会社です。毎月1回に勉強会があって、その勉強会がとても私たちに必要だと思います。その勉強会の中でいろいろなテーマが勉強して、そのテーマが食事の介助とか病気のこととかだから、その勉強会がとても大事と思います。他のスタッフがとても優しくて、そして利用者さんもお父さんとお母さんみたいで、だから私はここに働いている時はご家族に見たいと思っていますから、そのポイントがとても良かったと思います。
単純に明るさですかね、まあ、入居者が生活しているところをもう本当に華やかに明るくしてくれる存在だと思います。非常に頼りにしてます。私たちもやっぱり未知の部分ですとか細かいニュアンスで伝わりきらなかったり、また伝わってるのかが分からなかったりという部分がありますので、担当者の方も含めて共有いただいて、まあ、常に伝えていただいたり、まあ、伝わってるかっていう部分のやり取りはさせていただいてますので、非常に助かってます。何事もなければ月に2回とかですけども、何か問題点がとか、まあ、こちらからお願い事でしたり、まあ、向こうも相談があれば2日2回とか毎日とかやり取りさせていただいてます。第一戦力、もう朝日では欠かせない戦力です。素直さだったり、まあ、ひたむきさだったりっていう部分を思い出させてくれたりですとか、皆さんも自らが手本となるべき存在でなくてはいけないので、そういった部分ではもう全体的に底上げしてくれる存在だと思ってますし、助けてくれてるなと思います。不安とか、まあ、負担が、まあ、少ない、まあ、でここによってもその考え方ですとか、まあ、性格ですとかもいろいろ違いますので、まあ、そこら辺の部分は私たちの、まあ、社員ですとかがコミュニケーションを取ったり仕事ぶりを見たりして、まあ、その情報を共有して、まあ、一人一人と接するっていう部分がこちらではそういった取り組みをさせていただいているかなと思います。大変なことはあると思うんですけども、まあ、私たちも協力しますので、これからもまあ楽しく成長していっていただければいいと思います。で、まあ、その中でここの会社で理念を浸透しながら皆さん関わる人たちの幸せを考えて、まあ、また自らの幸せも追い求めて一緒に働けていければいいなと考えております。介護のやり方とか勉強とか、それは頑張っています。3年働いた後ちょっと介護福祉士の試験取りたいんですから、もう今一生懸命頑張っています。仕事をする限りもっと日本語と介護のやり方を学んで、縁日とか縁日まで合格したいんです。それと介護福祉士を受けたいです。私の日本語は今あまり良くないですから、じゃあもっと頑張っています。いつかね GLPT の試験取りたいです。じゃあもっと頑張っています。1年目は日本語の GLPT N2 は行きたいです。2年目は N1を受けたいです。あと3年目はまた国家試験を受けたいと思います。あとそのあと5年間ぐらいに私は日本で正社員になりたいです。